ソティリオスキルギアコスは、ギリシャトリから出身の元サッカー選手。元ギリシャ代表。選手時代のポジションはディフェンダー。ギリシャの名門である、パナシナイコス FC のサッカーアカデミーでキャリアをスタート。レンジャーズ FC では2004から05シーズンのリーグ、制覇、スコティッシュリーグカップの決勝でにゴールを挙げるなど、チームの主力として活躍した。 2006年7月からアイントラ派とフランクフルトと2年契約を結ぶ。2008から09シーズンはエクアテネ FC へ移籍しギリシャに復帰。2009年8月には移籍金推定300万ユーロでリバプール FC へ移籍した。2011年7月にリバプールとの契約を1年延長したものの8月に VFL ボルフスブルクへ移籍した。 2012年1月31日、サンダーランド AFC へレンタル移籍。2013年夏に、ボルフスブルクを退団してからは、無所属の状態が続いたが、2014年3月2日、オーストラリアのセミプロリーグに所属している、シドニーオリンピック FC にゲストプレイヤーとして、加入した。ギリシャ代表にも2002年から招集されているが、 ギリシャが優勝したユーロ2004には怪我のため招集されなかった。その後はユーロ2008、2010フィーファワールドカップではレギュラーとして活躍した。しかし2010年8月13日突如代表引退を表明。理由はチームの内紛で現在も無言の抗議を続けている。ありがとうございます。